皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日チャレンジする一曲は竹内まりやさんで純愛のラプソディです。それでは聴いてください。明るい竹が私だって命がけの恋に憧れることがある。ドラマティックな出来事は起こるはずもないくらいに平凡を生きてきた。あなたとの出会いを今境にして全てが輝き始めて思いは募るばかり。タイムカードを押すたびにふと感じる物足りなさ、いつしか消えてたの。ありがとうございました。松かなチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。この曲は中学生ぐらいの時に流行った曲なんですけれども、この最初の歌詞、明るいだけが取り柄でもっていうところが、いつも松かなちゃん明るく元気だねって言われる、私としてはなんかこの曲はなんかズドーンって入る、まあ、明るく元気だだけじゃないっていうのはもちろん皆さんも分かってると思うんですけれども、でもね、いろんなことを経験しながら今の私がございます。ただいま自分愛を楽しんでおります。何を言ってるのかよくわかんない。はい、はい、これからもね、こういう切ない曲だけれども愛のある曲を歌っていきたいと思います。明日も元気に会いましょう。ありがとうございました。